おはようございます。10月7日ヤッポコナカの金魚ラジオ第107回です。間違ってたらごめんなさい。今はね、ちょっと土浦さんの動画を上げさせてもらいました。で、木曜日に浜松でね、いい金魚の競りというか、その順位つけてね、やるっていう競りがあったみたいなんですけどね、それのいい魚が結構入ってきてたんで、見に行きたいなっていうのと、あと埼玉の方も結構いい魚が出てたみたいなんで、それがね、入ってるんで、その魚を見にちょっと行ってきました。で、今日ね、特選ものは動画上げるんですけど、土浦さんのインスタにももうすでに乗ってる魚とかも結構いるんですけどね、すごいです。あと乗ってない魚でちょっとね、面白いのも2つかな乗せさせてもらってるんですけど、問い合わせてもらうといい魚がいっぱい出てくると思いますので、その魚が好きな人たちはね、ちゃんと声かけてもらえればいい魚用意してもらえると思いますんで、欲しい方いたらね、土浦さんの方にちょっと問い合わせてみてください。こんな魚、動画で見たんだけど、あの魚いるのって話から、そうするとね、いますよって話になると思いますんでね、もちろん先に売れちゃっていなくなっちゃったりすることもあると思うんですけど、結構いいものが、バックヤードの方にいるみたいなんでね、今お店の方もね、パンパンなんで、なかなか魚が置けないんだと思うんですけど、なので、ぜひ、見に行ってください。あとね、地震とかの影響はね、だいぶ、皆さん、修復したり、そこまでひどくなかったりっていうんで、とりあえずは、ひどいことになってるって話はそこまで聞かないので、よかったなと思います。うちもね、相変わらず継続してね、昨日も普通に水替えして、いつもの日常が戻ってきたなっていう感じなんですけど、本当どこのタイミング、一回あるとね、一回あってそれで水槽倒れちゃったりすると魚がそれでダメになっちゃうんでね、もう本当気をつけないといけないけど、すでに備えていないといけないっていう教訓になったのかなと思っています。そういう感じでね、あと今日はね、僕の方はお宮参りになるんでね、本来だと夕方動画上がらないはずなんですけど、昨日取りためた2本のうちの1本があるんでね、なんで今日もうすぐ、この動画の投稿予約したらその後に夕方の投稿予約もしとくんで、確実に今日の17時にね、そのいい魚の動画が上がりますんで、チェックしてみてください。もう売れてしまってる魚もいるかと思うんですけどね、売れてないものに関してはね、いるうちに買っとかないと多分ああいうのは手に入らない魚だと思っています。であとコメントで土浦さんで後デメアルビノデメブリストル買ったよとか、天性いいよねとか、あとは多分同じ時間にいらっしゃった方がいるんですね。13時頃っていうふうにコメントだったんで、僕も13時頃にいたんで、おそらくあの人かなっていう、なんとなくそんな認識はあるんですけど、そうなんで、ぜひ水槽用意してね、買いに行ってください。やっぱり土屋さんね、みんなチェックしてるんだなっていうのは、そういうコメントからも分かる感じだったんで、本当金魚好きの方はね、ちょっと茨城の方はすごい羨ましいですよね。土浦さん近くに住んでる方、もう本当毎週だいたい入荷の予測をしていけば、毎週入荷がすごいバンバンあるんで、面白い魚いっぱい入ってくるんでね。そうだ、うちは金星っていうところがあったんで、そこもよく行って楽しんではいたんですけど、金星さんどっちかっていうと、一般種が強かったんですよね。もうオランダ、リュウキン、キャリコ、アズマニシキって定番ものがね、数がいっぱい入ってるっていう、珍しいのはそんなに入ってなかったんですけど、土浦さんすごいのは珍しい魚が毎週のようにね、バンバン入ってくるっていう、数もすごい多いんでね、そうなので近くの方が本当に羨ましいです。あれだけに入荷してくれたら、毎週行っちゃうし、金魚沼から抜け出せなくなるでしょうね、本当に。なんて素晴らしいお店なんで、特にこの時期、いいものがね、出てきてるんで、いいものは本当、こ
これ逃すとまた次の1年後で、しかもその1年後だって本当に出てくるかどうかわからないっていうね。でその出てきた魚をね、まあ、また買えるのかどうかっていうのでわからないんで、もし気になる魚でね、あこれだって思ったらね、スパッと行っちゃった方が、まあ、1年の、ね、中でいいものを1匹って考えると全然ありなのかなっていう。まあ、いろんな趣味あると思うんですけど、まあ、爬虫類に比べてね、昨日あのちょっと夜北海道のね、某有名店の店長から電話がかかってきて長々と話したんですけど、まあ爬虫類は高いですよねって話はしてたんですよね。金魚高い魚でも、あの爬虫類のね、そこそこのやつより安いんで、金魚で10万って言ったらとんでもなく高いと思うんですけど、爬虫類で10万って言うと、まあザラにいるっていう感じなんですよね。そうだ、別にそれ高いは安いがいい悪いってわけじゃないんですけど、いやそうやって考えると金魚っていいものって、うん、買いやすいんですよね。多分10万円の金魚、まあ、普通のサラリーマンの人が買おうと思っても買えると思うんですよね。そう、僕もまあ普通のサラリーマン、僕は普通のサラリーマンって言ってもまたちょっと特殊な感じなんですけど、まあ10万円の金魚買うかつら買ってはいないんですけど、でもまあ10万円の亀とか、まあ、高いのでいくらだろうな。今までで最高で高い生き物はオオトカゲの60万かな。ワニも20万、30万ぐらいしてるんで。じゃ結構高い生き物、そう、安月給でも、まあ分割していいよとか言ってくれるんでね、買えるんでね。だから金魚って、まああの、ボーナス時期とかにはなかなか来ないんでしょうけど、タイミングね、あの、毎月、本当お金貯めておけば上物って買えちゃうんですよね。だからこの時期に合わせて毎年お金貯めることができればいい魚買えると思うし、まあ、あとはそのね、その情報をいち早くチェックして買いに行けるかどうかっていう、そこだとは思うんですけどね。何より一番大事っていうのはその情報をいかに入手してね、いい魚を手に入れるルートを作るかっていうところだと思うんですよね。僕はあの安い魚しか買ってないんであんまりあれなんですけど、ただ情報だけはねすぐ抜けるようにちょっと頑張ってやってはいるんですけど、なんで昨日はねアルビノデメブリストルとアルビノブリストルを抜かせていただきました。まあ、いきなりね行って一番最初に抜いちゃったんで申し訳ない気持ちもするんですけどね、僕の好きなアルビノで、しかもデメの方は面白いですよね。ただすごい線が細いし目がドーンと出てるんで、これねこういう体型なんでしょうね。ちょっとこれ今あの薬頭中なんでねあれなんですけど、まあ、そこの今まで大阪ランチューがいたところに入ってて、大阪ランチューはね一番向こうにやっとちょっと広いところに移したんで、まあちょっと大きくなってくれればなっていう、交際の大阪ランチューですね。場所が変わりました。そう、面白い。あとはこの間ガポスさんに、ね、入ったひきまさんのギンギンフナの和金ですね。あれが1匹います。あれもちょっと落ち着いたらね乗せますんでね。で土屋さんにいたあの昨日の動画で乗せてた炭っぽい感じのやつとまた違って、ガコスさんのはどっちかっていうとキャリコ柄なんですよね。だけどギンギン結構乗ってたりとかして面白いんで、引き間さんの魚これからチェックかなって僕は思っています。そう、あの土屋社長もねいい魚作るんだよっていう話をしておすすめしてたんでね。なので昨日の動画のトップとサムネが引間さんの魚になったんですけど、いやいい魚だと思います。そう、今豊田さんの魚がねなかなか来ないからっていうね、社長にまたお話があったんで、ぜひ持っていけたらと思うんですけどね。まあ、僕じゃないんで、僕の判断じゃないんでね、豊田さん次第だと思うんですけど、どうにかね、土浦の、ね、お客さんにも、まあ、豊田さんの魚が渡るようにというか、まあ、多分買ってる人たちはどこもみんなチェックしてるんでね、ガポスさんもチェックしてるし、佐々木さんもチェックしてるしね、っていう感じで、もう本当入荷してるところ大体チェックしてるとは思うんですけど、まあ、いろんなところに入るといいのかなっていうのは思いますよね。まあ、持っていく豊田さん大変なんだと思ってあんまりあれなんですけど、うん、
そうなんだよね、本当。でも土屋さんに関しては昨日は相当魚いましたね。江戸時期の数なんて半端じゃないんでね、あん中から好みの魚選べるって思うと面白いですよね。江戸時期なかなか多分100まではいかないですけど、5、60は入ってると思うんで、5、60匹江戸時期がいる店ってなかなかすごいですよね。そうなんで、あの辺はしかも昔に比べるとだいぶ値段が落ち着いたっていうことだったんで、買いやすい値段で今いますんで、江戸時期本当あれは抜きに、あと志村さん系統の東だったり江戸錦だったり京錦だったり、あの辺がね、今回前回取ったから今回取ってこなかったんですけど、ワンサカいますんで、まだまだ全然選べますね。まあすごいお店ですよね、本当。関東、まあ関西のお店とか中部のお店って僕行ったことないんでね、わからないんですけど、ただ楽しませてもらえるな。で、高速で乗っていけば土浦なんでね、常磐道に乗ってさえしまえば、多分空いてれば三里から土浦観賞魚さんまで半40分で着くんだと思うんですよね。高速代はかかっちゃうんですけど、でも高速代かけて行く価値はあるお店だと思っています。ということで、今日は、まあ、ちょっと昨日のね、魚のね、あまりの凄さにちょっと僕もね、びっくりしてしまったんですけど、いい魚隠れてるんで、今日のね、まあ、夕方まで我慢できない方はインスタで先にチェックしてね、であとは僕の YouTube でしかね、見れない魚も載ってると思いますんで、まあ、もちろん在庫はいるけど、動画に上げてないだけでね、それを僕がちょっと撮らせてもらったんで、その魚もね、乗ってるんで、そっちも気になる方いると思うんでね、見ていただければと思います。なんで先にもう今気になっちゃったって人は土浦さんのインスタグラム見てね、魚何がいるんだろうっていうのでチェックして、オープン時間にまあ合わせて電話しちゃうっていうのもありだと思います。でもまあ僕の方にしか乗ってない魚もいるので、あとはそのちょっとゆっくり見たいなっていう方は YouTube でね、まあちょっとじっくり見ていただければいいのかなと思っています。なんで夕方5時にね、パート2の方ですね。いや、いい魚でした本当に。まあ生で見れるっていうのがまたありがたい話でね、こういう魚しょっちゅう見る機会をもらってるんで、僕は本当ありがたいと思ってます。まあその割には金魚見る目がそんなないんでね、あと僕は変な金魚ばっか買ってきちゃうんで、特殊金魚が好きですよね、変わったやつが。なんでまあいろいろ、まあそこも趣味なんでね、あれなんですけど、まあ、本当はいい魚が作れるといいんですけど、そこを、ね、目指していないんじゃないかって自分でも思う時がたまにあるので、なんとも言えないですけど、という感じで、今日はお宮前に僕は行ってきますので、皆さん今日も一日頑張ってください。とか休みの日人はね、金魚屋さんでも行ってみるのもありだと思います。天気もいいですしね、ドライブするにもちょうどいいし、暑すぎず寒すぎずって感じだと思うんで、すごいいい時期だと思っています。春は僕は花粉症あるんできついんですけど、秋はね花粉症僕ないんで、だこういう時ドライブとか行くと楽しいのかなと思います。では皆さん、良い休日をお過ごしください。仕事の方は大変だと思いますけど、頑張って、ください。応援してます。ではありがとうございました。